皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、2022年シーズン J1 戦力分析7チーム目としてガンバ大阪編について紹介させていただきます。今回のガンバ大阪で7チーム目ということで、これまで紹介した6チームは概要欄の方に貼っておりますので、そちらからぜひチェックよろしくお願いいたします。今オフには宇佐美貴史選手や三浦玄太選手など、チームの中心格の選手が移籍の噂が出る中、なんとか移留に成功したガンバ大阪。今季は片野坂新監督を迎えた中、タイトル奪還へ挑む重要なシーズンとなります。昨シーズン振るわなかったガンバ大阪ではありますが、個人的にも今季片野坂監督が就任してどのように生まれ変わるのか、個人的な注目チームの一つとして今回ね、ガンバ大阪紹介させていただきます。このショータイムはですね、なるべく早くというところで1万人を目指して動画投稿頑張っております。ここから移籍情報や戦力分析の他に J 内定者インタビューや実写動画というところも増やして、このショータイム頑張っていきたいと思いますので、J リーグサポーターの方々やサッカー好きの方、今のうちにですね、チャンネル登録と高評価のご協力よろしくお願いいたします。また僕が働かせてもらっているナスチャンネルの方も36万人を突破し、100万人へ向けて動画投稿ね、更新頑張っておりますので、このショータイムとナスチャンネルどちらの登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、早速ガンバ大阪の昨シーズンの戦績から振り返っていきましょう。昨シーズンのガンバ大阪、ルヴァンカップは準々決勝でセレッソ大阪と当たり、大阪ダービーに敗れベスト8で敗退。天皇杯というところも準々決勝で浦和レッズと対戦し敗れてしまいベスト8で敗退。 ACL というところは2勝3分け1敗でグループステージ2位に終わり敗退となりました。昨シーズンガンバ大阪創設30周年イヤーという重要な年になりましたが、その重要な年を松波監督が指揮しました。サポーターとしてもこの30周年イヤーでなんとかタイトル奪取というところに向けてですね、期待が高まるところではありましたが、結果的に開幕奪取に失敗。開幕から12試合で4連敗を含む1勝4分け7敗で、一時は降格圏に沈む時期もありました。4チーム降格というところもあり、一時はね、降格というところもちらつくところはありましたが、結果的に巻き返しを図り13位でフィニッシュしています。30周年イヤーとしてサポーターが求めるような結果ではなかったものの、最悪の事態を免れることができたというところがですね、昨シーズンのガンバ大阪の印象です。得点数が33得点とリーグ4番目の少なさになったガンバ大阪、ここをね、改善するためにもこの冬しっかりと補強を重ねてきましたので、まずはこのオフの対談選手から紹介させていただきます。今オフの対談選手として多少ね、主力の部分は抜けてしまったものの、冒頭にも言った通り、宇佐美選手や三浦選手のような大黒柱が残留してくれたのは最大の補強になったと思います。そこを含めて、このオフに退団した選手は複数名いますので、ここから表を元に紹介させていただきます。まずは、ガンバ大阪加入後、スタメンとして長らく活躍をしていたキム・ヨンゴン選手が母国復帰。この対談はガンバ大阪にとって痛手な部分は多少ありますが、しっかりとセンターバックの後釜も補強したガンバ大阪。後ほどですね、ここは紹介させていただきます。続いてミッドフィルダーですね。対談選手として J リーグ界のレジェンドでもある遠藤康仁選手がジュビロ磐田へ完全移籍。ここは今季もジュビロ磐田に期限付き移籍をして、将来的にガンバ大阪へ戻ってくるのかなという個人的な考えがありましたので、驚きの完全移籍となりました。ジュビロ磐田としても3年ぶりの J1 の舞台ということで、今季ですね、初の J1 挑戦選手も多いと思われます。J リーグ歴代最多出場記録を持つこの遠藤選手が、ぜひジュビロ磐田を引っ張っていく存在として活躍してほしいなと感じております。川崎フロンターレの旗手選手、横浜 F マリノスの前田大然選手に続き、このガンバ大阪の井出口選手もセルティックへ完全移籍。井出口選手自身2度目の海外挑戦という形になりますが、早くもですね、初先発を飾ったりと監督の期待度も高いですので、ぜひ今後の活躍も期待しております。その他の対談選手として、小野裕二選手がサガン鳥栖へ復帰。遠山選手や塚本選手は将来ガンバ大阪のストライカーになれるように、移籍先でぜひね、今季結果を残していってほしいなと感じております。対談選手もちょっとね、多い人数にはなりましたが、今オフにしっかりとピンポイント補強を重ねてきたガンバ大阪。というところで、ここから獲得選手を紹介させていただきます。候補の獲得選手というところを紹介させてもらう前に、まずは新監督情報から軽くお伝えさせていただきます。かつてガンバ大阪のコーチとして在籍した経験もある片野坂新監督がフルス復帰という形でガンバ大阪の再建を託される形となりました。この片野坂監督は2016年に大分トリニータの監督に就任し、就任初年度で J3 優勝。2018年には J1 昇格へと導き、J1 の中でも少ない資金ながら、この大分トリニータを J1 定着へと導きました。昨年というところに大分トリニータは J2 降格はしてしまったものの、天皇杯準優勝という結果も残し、昨年退任する際にはサポーターから感謝の声が鳴りやみませんでした。候補に片野坂サッカーを体現するメンバーをさらにね、獲得してきたガンバ大阪ということで、ここから選手紹介させていただきます。まずは、キム・ヨンゴン選手が抜けてしまったセンターバックの後釜として、徳島ボルティスから福岡選手、同じ韓国からコン・キョンゴン選手を獲得。ミッドフィルダーは清水エスパルスから石毛選手を獲得。またですね、海外挑戦をしていた斉藤美月選手が、今季はガンバ大阪へ期限付き移籍という形になりました。この斉藤美月選手の加入は、ガンバ大阪としても大きい補強になったと思われますし、ガンバ大阪は湘南ベルマーレに対し、谷選手をレンタルさせているということもありますので、このガンバ大阪と湘南ベルマーレ、両クラブのいい関係を築けているのかなと思っております。また、ジュベントゥージからダワン選手を獲得。このダワン選手は正直未知数なところもありますし、外国籍選手がいつ入国できるのかという問題もありますが、この期待度の高い外国籍選手だと思っております。フォワードは昨年特別指定選手ながらガンバ大阪を助けた山見選手が今季から正式加入となっています。ピンポイント補強を重ねてきたガンバ大阪が今季どのような布陣で挑んでいくのか、ここからですね、予想フォーメーション紹介させていただきます。片野坂監督は現段階で4バックを採用するのか、3バックを採用するのかというところはね、決めていないというところも発言しておりますが、コン・キョンゴン選手のね、入国問題というところもあり、いつね、日本にやってこれるのかわからないというところを考えると、多少ね、センターバックが手薄なのかなというところを感じておりますので、今回は個人的な考えを含めて4バックで構成させていただきました。予想フォーメーション、このような形になっており、ゴールキーパー、4バックというところは安定のメンバーです。右サイドバックは柳沢選手が入ることもあると思いますし、ここは片野坂サッカーをいかに体現できるかが鍵になってくると思います。ボランチは入口選手が抜けたものの激戦区となっており、チュセジョン選手、山本選手に加えて新加入のダワン選手や斉藤美月選手がいる形となります。前線陣はおなじみの顔ぶれとなっており、ここに片野坂監督がどう手を加えてくるのか非常に楽しみなポイントです。このね、予想フォーメーション見てもらってもわかる通り、J1 屈指の豪華なメンバーが揃ったガンバ大阪。ここからですね、今季の注目ポイント紹介させていただきます。今季のガンバ大阪の注目ポイントとして、まず一つ目ですね。片野坂体制1年目ということで、もちろんね、タイトルを取れればこの上ないことだと思いますが、目先のタイトルだけにならず、数年後を考えた基盤づくりをしていくのも大切な今シーズンだと思われます。片野坂サッカーを体現していく上で、多少ね、時間のかかるサッカーの構築だと思いますし、また、強いガンバ大阪を復活させるためには必要な工程だと思っておりますので、ここを耐えしのぎながら、今季のね、ガンバ大阪、注目してみていきたいと思います。新戦力の選手が、これまでね、在籍している既存の選手をどれだけ上回れるのか、チーム内競争をどれだけ激しくさせていけるのかというところがですね、チームとしても底上げになってくると思いますし、ガンバ大阪がまた強くなる一つのポイントだと思いますので、この新加入選手の躍動というところも今季期待して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、今回は2022年シーズン J1 戦力分析7チーム目ということで、ガンバ大阪編について紹介させていただきました。冒頭にも言いました通り、これまで紹介した6チームは概要欄の方に貼っておりますので、この動画を見た後、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。片野坂体制1年目ということで、個人的にも非常にね、どのような形になってくるのか、楽しみなチームになっております。ぜひね、注目して見ていってほしいなと感じました。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画になったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ここからですね、移籍情報や戦力分析の他に、J 内定者インタビューや実写動画など、サッカー好きの方が楽しめるような動画作成、頑張っていきたいと思いますので、ぜひね、この動画いいなと思ってくれた方、応援してくれてる方はチャンネル登録、高評価で応援の方よろしくお願いいたします。ということで明日以降の動画も楽しみにしてください。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バーイ。